前回雪山を奥深くまで探索していたわらしべ縛り、マダムがまた犬に襲われてたので仕方なく助けることに。その後はシャルロットちゃんも見つかって安心かと思いきや、まさかのブオーンとの戦闘に。今回はそのブオーンを倒したところから再開です。皆さんどうも、スラヤロです。前回倒したブオーンはピヨピヨしてますね。クソでかいのに間抜けな感じだから可愛いな。アイスガキ大将だったのかよ。謎のプレートも手に入れたな。飛行船に帰ってきましたが特に何かすることもないんですよね。とりあえず薬草を無限に買ってみます。なんでそうなるんだよ。結局闘技場に挑戦する以外することなさそうでした。闘技場クリアしてくと新たなエリア解放される感じだろうな。 E ランクなんてちゃちゃっとクリアしてしまいましょうかね。なんせうちのパーティには闘技場キラーの長者ちゃんがいますから。闘技場キラー、まあとりあえず見ていってくださいよ。ガンガン行こうぜにしてたらやってくれるはずですから。この疾風好きはただの出しゃばりですね。え、強すぎでは？水芸スキルの水しぶきが進化して、鉄砲水になると威力が上がって全体攻撃になるんですよね。シンプルにぶっ壊れすぎる。序盤は本当にこのスキルが最強です。このままの調子で2戦目もやっていきましょうか。うわ、相手にもいたずらモグラいるじゃん。パワー系って感じの2戦目ですね。マジでしべくんは出しゃばらないでいいから。鉄砲水だけでいいのに余計な遅延行為になってるな。この作品は作戦で使う技設定できないのが厳しいです。さあ3戦目も始まりましたがやることは一緒ですね。闘技場これもしかして全カットでいいのでは？闘技場で死んでも大丈夫だし言っちゃいいんですけど、動画的になんか良くない気がするんですよね。てか2連続で疾風好きってなんだよ。まあとりあえずさっさともう一回配合した方がいいですね。何はともあれ E ランククリアです。楽勝が過ぎる。まあ確かに、今回は E ランククリアしても新たなエリア解放されなかったしな。一応 D ランククリアすれば解放されるみたいですが、さすがにこの闘技場ばっかり映すのもあれですよね。ということで D ランクはダイジェストでお送りいたします。これはひどい。やはり鉄砲水ゲーでした。このメタルネイルってのはメタル系にプラス1ダメージ、要するにミスがなくなるっていう効果の武器です。それシンプルに強くね。はい最強です。カバシラーとのシナジーがいいとよく言われたりしてます。カバシラー使えねえじゃねえか。とりあえず断崖が解放されたみたいなので行ってみましょう。ここですね。マップも山っぽいしやっぱりそこら辺りだったか。BGM は変わらずですが雰囲気一気に変わりましたね。このエリアは上に上に目指していくっぽいな。でもその前にちょっとスカウトしておきたいモンスターがいるんですよね。このサボテンボールとかのことか？いやそんなわけないだろ。それはそれでサボテンボールかわいそうだけどな。すぐ逃げます。こっちの行き止まりのルートに一旦進みます。ってことはこっちに特別なモンスターがいるのか。特別は言い過ぎな気もしますけどね。あのヘルコンドルが今回のターゲットです。ヘルコンドルといえばイルルカの地獄が思い出されるな。モンスターズ実況初めてまともに苦戦したボス説あります。さすがにこのヘルコンドルはトルネード使ってこないはずなので、使ってきたらバケモンすぎる。こいつをスカウトしちゃいます。まずは両サイドが邪魔なので倒していく感じで。鉄砲水は使わないのか。ヘルコンドルが死んじゃいます。あ、なるほど。こいつらは多分そこまで強くないからゆっくり行きましょう。死ぬことはなさそうだな。倒せました。そしたら今度は上2人がテンション持ちなのでテンション貯めていきます。なんか偶然スカウトに向いてる構成だな。わらくんはスカウト意識してましたがしべくんは完全に偶然ですね。はいテンションマックスになりましたのでスカウトしていきましょう。そういえばヘルコンドルって何ランクなんだ？ C ランクですね。お、マジか。それなら素材としてすごい優秀じゃん。今まで1回しか配合してないわらと長者を一気に補強できます。会心の一撃も出してやる気満々だな。これだけあればスカウト失敗しないでしょう。よっしゃー、ヘルコンドルスカウト成功です。マジで C ランクじゃん。それじゃ一旦帰って配合しましょうか。さあ誰と配合しようかな。ヘルコンドルの性別によるよな。オスだったから長者ちゃん確定かな。あ、そういえばたとえ長者ちゃんがオスになったとしても、便宜上長者ちゃんって呼びます。覚えるのがめんどくさいだけだろ。まあそうとも言いますね。これ普通ならウィングデビル確定だと思うんですけど、それは甘いですね。はい。キラーエイプだけはないだろ。ヒーラー兼体位で火力出すってのが強者ちゃんの役割なのに、マジックパワーが低くて賢さも低いバカゴリラにするのはおかしい。それはさすがに言い過ぎじゃないですかね。ただキラーエイプがいると魔人攻撃と連続でメタルが枯れるんです。素早さ自体はそこそこ高いので最低限ヒーラーもいけますし、確かに全体回復も覚えたか。まあ見ててくださいよ。多分結構活躍してくれるはずです。そんな自信ないじゃねえか。そういえばこの子ヘルボックルだったんですね。Cメイダのイメージが強すぎたな。よし、まだまだ満足できません。もう一匹スカウトしちゃいましょう。まさかのヘルコンドル量産。こいつがメスだといいんですけど、オスだと天性の杖もないから適当に配合かな。よしよし。しっかりメスで安心です。
それでワラ君との配合ですね。ワラ君はさすがにアタッカーのエース向きなモンスターがいいんですけど、またゴリラいるの笑う。ここは連続かつテンション持ちのアタッカー。リカント確定ですね。リカントなら物理ガンガンって感じでいいな。シベ君と強者ちゃんはとんでもなく迷走してたが、これからどんどん強くなるから見てなって。名前はモロチンワラで。早速レベルを上げていきましょう。強者ちゃんの魔人攻撃が大暴れしてんな。これでメタル狩りも安心です。残りの雑魚はレベル1でも負けない強さでしょう。ワラ君レベル1とは思えない火力出してるな。これがエースのアタッカーです。経験値うめえ。一気にレベル10ってもう実戦いけちゃうのか。断崖も進んでいけますね。断崖をちょっと登ってきました。さっき登った方とは逆側だな。この洞窟には何があるんでしょうか。って幽霊が二人に増えてる。いやどう考えても砲丸の幽霊がいるのはおかしいだろ。そう言われればそう。じゃあこいつらは何なんだ。そんなことよりメタルチケット見つけられたわ。そんなことよりって無限にレベル上げするのが楽しみになってきました。さらに登っていくと乗客の一人がジャミラスに襲われてます。急いで助けに行かないととは思いましたが、行ける場所じゃないので高みの見物です。普通に最低すぎる。まあまあ船長さんが助けてくれたしいいじゃないですか。てか船長生きとるやん。なんで今更だよ。もっと登っていくと雰囲気が変わってブリガードマンが、こいつ A ランクなんですよね。は？A ランクだと？これはスカウトしないといけないだろ。私もスカウトしたい気持ちはあるんですが、クッソ強いので危険です。そういう理由で大鶏とかアトラス避けてますからね。明らかに動画的に美味しい奴らを無視してた理由か。確実に誰か行きますからね。代わりに今後必要になるかもしれないエンゼルスライムを捕まえます。かわいい。エンゼルスライム本当にかわいいですよね。スライム系の中でも特に好きなスライムだったりします。へえ、他に好きなスライムとかいるのか。うん、ベタだけどキングスライムとかですかね。長者ちゃんいなくても 100% いっちゃった。いざない扉もありましたし、頂上も近そうです。頂上へ続く道の他になんか洞窟があるな。今回はここに入って終わりますかね。何があるんでしょうか。お、なんか新しい特技が覚えられる石碑がありますね。ルーラも満タンも覚えた今何か他にあるか。確かにもう覚えるような特技なさそうですね。とりあえず行けばわかるので行ってみましょう。よし、登り終えたらもうそこです。さあ何が覚えられるのか。この作品ラナルータとからなりオンなさそうだからな。いやいら、うわ帰ろうとしたら後ろになんかいるぞ。エスタークが封印されてますね。多分進化の秘宝を失敗したんでしょう。なんでそんなに落ち着いてるんだよ。封印されてるなら安全ですから。あ、船長が追い詰められてる。ついにジャミラスに追いつかれたようだな。てかなんでジャミラスがこんなところにいるんですかね。断崖を登ればあの方に会えるってドンモグーラが言ってましたが、さすがにこいつじゃないでしょうし。船長を助けるためにこいつはぶっ飛ばさないといけないらしいな。あと名前忘れちゃいましたが、あの女の子もね、うさ耳のバンドつけてる子な。むしろ船長完全に死んだと思ってましたよ。幽霊見たからな。こいつもやる気満々みたいだし、やっちゃいましょう。新しくなったわらしべくんたちの力を見せてやります。